そうしましたら次に進みたいと思います。次は、経済学部1年の江口さんです。紹介してくれる本は氷のクジラです。江口さんは、マイクをオンにしてください。そうしましたらタイマー OK ですね。そうしましたら、江口さん準備はいいですか？はい、大丈夫です。はい、そうしましたら、それではお願いします。スタート。皆さん、こんにちは。経済学部1年、江口しおりです。今回、私が紹介させていただく本は、こちらの氷のクジラです。辻村美月さん著書です。私は、今回のビブリオバトルを機に、城西大学の皆さんに、辻村美月さんの素晴らしさを知ってもらいたい。一人でも多くの方に作品を読んでいただきたいという思いから参加を決心いたしました。この紹介を聞いて、この本を読んでみたいと思ってもらえるよう精一杯頑張ろうと思います。よろしくお願いいたします。まず、なぜ私がこの本を選んだかについてお話ししようと思います。この本は辻村先生の作品を読み始めるのにぴったりで、皆さんに入門編として読んでもらいたいものだからです。辻村先生の本は、それぞれ全く違う単行本のように感じますが、すべて少しずつつながりできています。辻村先生の作品を読み進めていくことで、この作品に出てた人がここにも出てるとか、違うストーリーの伏線が回収されるとか、そういうことが多々あります。このような仕掛けを踏まえても、この氷のクジラを一番初めに一読していただくことで、今後皆さんが辻村先生の作品を読んでみたいと感じたときに、これを読むのと読まないとでは、面白さに20倍ほど違いがある、そんな本になっていると言っても過言ではないです。もちろん、一つ一つの単行本もとても面白いのでご安心ください。では、本の紹介をしていこうと思います。この本は辻村先生の作品シリーズ3作目でありますが、多々ある作品の中でも、私の中で最高傑作であると確信できるシリーズの原点のような本になっています。まさに原点であり、頂点です。この氷のクジラでは、辻村先生がドラえもんが大好きなことから、各章の題材がドラえもんの秘密の道具になっています。そうですね。全員が知っているものですと、第1章のどこでもドアだったり、第3章のもしもボックスだったりって感じです。少しですが、あらすじを紹介しますと、この本の主人公はドラえもんが大好きなフォトグラファー、芦原里穂子。彼女は、本心を抑え込むような、他人を信じられないような性格でしたが、この高校1年生の夏、自分の写真のモデルになってほしいという不思議な青年、別所彰と出会い、これまで知らなかったような人々の出会いや経験によって人生が彩られていきます。ですが、その一方、元彼のストーカー化や母親の余命宣告、父親の、突然の失踪、その真実など、様々な問題が、顕在化して、彼女を危機にさらします。この危機にドラえもんの秘密の道具が、奇跡を起こしていくのです。すべての場面や登場人物に隠された秘密を一文字も逃さず、見破っていってください。私の文章力が足りず、この本の面白さを十分にお伝えできていないことをお許しください。ですが、最後の予想外の結末に皆さんはきっと驚き、言葉にならない感情で涙すると思います。最後となりますが、皆さんにはそれぞれ好きなジャンルや作家さんがいらっしゃると思います。ですが、この本をそんなに読む種類でなかったとしても、すいません。読む種類でなかったとしても、皆さん、誰でも楽しめる本になっているため、ぜひ読んでいただきたいです。辻村先生の世界観へ足を踏み入れてみませんか？短い時間でしたが、全力で辻村ファンとしてお送りさせていただきました。この紹介を聞いて、この本を読んでみたいと思っていただけたり、辻村美月さんの作品を知ってもらうきっかけとなれたらとても嬉しいです。少し時間が余ってしまったんですけども、この本は、読者の想像力
でできているような本で、たくさんの秘密が隠されている本になってます。辻村さんはドラえもんの脚本家をしたり、本屋大賞を取ったり、とても有名な本もいっぱいあるので、 あと映画化されたつなぐという本も書いています。すべて面白いのでぜひ読んでみてください。すいません、つっかえてしまったんですけど、ご清聴いただきありがとうございました。では終了です。そうしましたら続けてディスカッションタイムです。ディスカッション中も質問を受け付けていますので、聞きたいことがあればチャットで送ってください。ちょっと待ちましょうかね。じゃあお待ちください。はい。そうしましたら、江口さんが一番好きな秘密の道具について教えてくださいと来てます。私の一番好きな道具は、どこでもドアですね。私は、朝起きるのが苦手なので、すぐ開いたら学校に行けるようなドアが本当に欲しいです。はい。ありがとうございます。じゃあそうしましたら、次ですね。その本のどういったところが頂点だと思ったのですか？他の作品と比べて何が違うのでしょうか？と来てます。他の作品は、辻村先生は、その人間の感情を詳しく書くみたいな、その主人公同士と、なんか、登場人物が、その、一緒に冒険していくみたいなのが多いんですけど、この作品の場合は、なんか家族愛みたいなのがたくさん書かれていて、第2章にかわいそうメダルっていうのがあるんですけど、これは元彼の話なんですけど、もうこれが本当にすいません、読むともうあらすじを紹介してしまうと全てネタバレになってしまうみたいな本になるので、あんまり説明ができないんですが、こんな感じですいません。はい、ありがとうございます。そうしましたら、これで最後になるかな。そうしましたら、主人公はどんな人ですかと来てます。主人公は、お父さんのことが大好きなフォトグラファーの、お父さんがそもそも写真家だったんですけども、それを継いでフォトグラファーになった方で、とてもなんて言えばいい、ネクラではないんですけど、考え方が結構暗い感じの方だと思いました。すいません。大丈夫です。ありがとうございます。そうしましたら、ディスカッションタイムの方終了いたします。江口さん、ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫です。ありがとうございました。じゃあ、そうしましたら、マイクの宮田お願いします。